皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日は9月の28日、聖日になります。タイトルは、誠のリーダーは徹底した取りなし手です。本文は、エズラ記9章の1節から15節までの御言葉になります。エズラ記9章一節から十五節。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリジ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく、かえって彼らもその息子たちもこれらの国々の娘をめとり、聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。私はこのことを聞いて、着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆、私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで、色を失ってじっと座っていた。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたまま、ひざまずき、私の神、主に向かって手を差し伸ばし、祈って言った。私の神を、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって、顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな罪過の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて今日ある通りです。しかし今しばらくの間、私たちの神主の憐れみによって、私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。今こうなってからは何と申し上げたらよいのでしょう。私たちの神よ、私たちは
あなたの命令を捨てたからです。あなたはあなたのしもべ預言者たちによってこう命じておられました。あなた方が入っていって所有しようとしている地は、そこの国々の民の忌み嫌うべき行いによって汚された汚らわしい地であり、その隅々まで彼らの汚れで満たされている。だから今あなた方の娘を彼らの息子に嫁がせてはならない。また彼らの娘をあなた方の息子にめとってはならない。永久に彼らの平安も幸せも求めてはならない。そうすればあなた方は強くなり、その地の良いものを食べ、これを永久にあなた方の子孫のために所有することができると。私たちの悪い行いと大きな罪過のために、これらすべてのことが私たちの上に起こってのち、事実私たちの神あなたは私たちの咎の受けるべき刑罰よりも軽く罰し、このように逃れたものを私たちに残してくださいました。私たちは再びあなたの命令を破って、忌み嫌うべき行いをするこれらの民と互いに縁を結んでよいのでしょうか。あなたは私たちを怒り、ついには私たちを立ち滅ぼし、生き残った者も逃れた者もいないようにされるのではないでしょうか。イスラエルの神主、あなたは正しい方です。まことに今日あるように、私たちは逃れた者として残されています。ご覧ください、私たちは罪禍の中であなたの御前におります。このような状態で誰もあなたの御前に立つことはできないのに。旧約聖書の中にあります予言の通りに、イスラエルはそのヤウェなる神の前での不信仰のゆえに自分の国を追われます。国がソロモンの子供の時代に分裂を起こし、そして北はアッシリア、南はバビロンによって完全に捕囚されて国がなくなり、彼らはエレミアの予言の通りに70年間かの地で住むことになるわけです。しかし新しく起こりましたメディアペルシャ、その王でありましたクロス王によってこの国からの帰還を命ぜられ、イスラエルの民たちはいよいよ何時かに分かれてこのカナンの地、先祖のアブラハム父のその約束されたパレスチナの地へと帰還していくわけであります。その中にありまして、この喜びがたくさん満ち溢れる反面、実はこの地に戻ってきて見てみますと、先に戻った人たちもそうでありました。なんとイスラエル、ユダヤ人たちがこの地に住み着いていた異邦の女たちと結婚をして、まあその中に混血がたくさん生まれていたということでありました。エズラはそのことで大変心を痛めるんですね。なぜかというと、これは誤解しないでいただきたいと思います。民族や国を超えての結婚を神がこの禁じておられるということではなくて、ここにあるのは明らかに誠の神を信じる信仰にこの濁りといいますか、そのような汚れが入ることを神様は嫌われた、ここに線を引かれた、そういうふうに取ることができます。今日の一節から見てまいりましょう。これらのことが終わって後、司たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民や祭司やレビ人は、カナン人、ヘテ人、ペリシ人、エブス人、アモン人、モアブ人、エジプト人、エモリ人などの忌み嫌うべき国々の民と縁を断つことなく。まあ、これら挙げました国々というのは、この目に見えない天地を作られた神、ヤウェなる神を拝むものではなく、人間が考え出したこの地にある偶像を拝むものであったということですね。かえって彼らもその息子たちも、これらの国々の娘をめとり、
聖なる種族がこれらの国々の民と混じり合ってしまいました。しかも司たち代表者たちがこの不信の罪の張本人なのですとこのように書かれています。神様の戒め律法の中、違法の女をめとってはならないという言葉があるんですね。それは違法の神々偶像がこの神の選ばれた民の中に入ることを神様が警戒されたいということであります。今日私たちの信仰はどうでしょうか。神様が忌み嫌われる、また神様がこれはダメだとおっしゃる位置に自分の信仰がないかどうかチェックしてみましょう。この戒めを通してわかることです。天地を作られた唯一の三位一体の神を私たちは神としているでしょうか。他の宗教や他の神々もまたそれも良しとしている、妥協する、濁っている、混血が起こっている、そのような信仰の中にないでしょうか。神様の民は誠の純粋性、ヤウェなる天地を作られ、また新約に至ってはキリストイエスをメシア、救い主として信じる民たち、その人々が集められている教会を通して働かれる神様を神として信じています。その純粋性は貫かれるべき純粋性、その信仰の大事な部分であろうかと思います。イエス・キリストのみを救い主とする、これも大事なことだと思います。あるところで私たちが行いによってそれが完成されるかのように、また律法によって全うされるかのように考えているとしたら、それは純粋な福音からは漏れてしまっている信仰と言わざるを得ません。またこの世の世俗を私たちはミックスさせて生きているのではないでしょうか。これも世の中だ、私たちは世の中に生きていると世の中の習慣や風習に従いながら偶像を拝んだり、この悪しき神様が嫌われることを当然のように人々と共に行ってはいないでしょうか。続けます。私はこのことを聞いて着物と上着を裂き、髪の毛とひげを引き抜き、色を失って座ってしまった。まあイスラエルたちがこの憤りを持った時にするこの行動といいますか行いが書いてあります。エズラはそれを聞いてものすごく怒り心頭、非常に心を痛めながら、おそらく涙を流しながら、まあ心を本当に打たれたんだと思うんですね。本当に魂が砕かれるような思いを持ったんだと思います。本当にこのようなリーダーがいるイスラエルはある意味ではまだ幸いかもしれません。私たちこのエズラというリーダーを見るとき、非常に神様の心にこの心を合わせていこうとする、そのような信仰がありました。今日教会のこのリーダーとなる牧師や伝道師、長老や教師となる人たち、またセルリーダー、区域長と言われる人たち、また羊や監視や様々なその役にあるリーダーと言われる人たち、日曜学校の教師となっている人たち、賛美やプレイズのリーダーとなっている人たち、どうでしょうか。その信仰がエズラのような信仰にあり、純粋さを持ちながらキリストイエスを見上げ、天国を持ち、イエスキリストを救い主として歩んでいるでありましょうか。教会のリーダーは本当にこのようなエズラのような純粋性が必要だと思います。捕囚から帰ってきた人々の不信の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れている者は皆私のところに集まってきた。私は夕方の捧げ物の時刻まで色を失ってじっと座っていた。エズラがどれほどショックを受け心を痛めていたか、放心状態というのはまさにこのようなことではなかろうかと思います。どんな状況にも神様は本当に神の民を残しておられるということもこのエズラを通してわかることであります。私たちの環境がどんなに悪くとも、またその状況が難しくとも、神様は必ず神の民を起こし、エズラと同調するような心の純粋さを持って神に仕える人々が必ず隠されています。期待してまいりましょう。今日もイエス・キリストと心を共にして歩む者に、神様は神の働きを委ねてくださいます。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を裂いたまま
ひざまずき、私の神主に向かって手を差し伸ばし、祈っていった。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。エズラは本物のイスラエルのリーダーでした。彼はただ神様のお心に同調する、嘆いているということだけではなかった。そこから同胞の民たちの罪を身代わりに負うようにして神の前に祈ることを知っている人でした。今日もこのような悔い改めの働きが本当に日本の教会にも必要なのではないでしょうか。エズラは祭司として民の罪、リーダーたちの罪を自分の罪として背負いながら祈ったということでありました。八節に行きます。しかし今しばらくの間私たちの神主の憐れみによって私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。こう言っております。ここにあります一つの釘とは、キリストイエスその方を今日表しているんだと思うんですね。残された民。聖書はレムナントという言葉を何度か使っています。それは神が必ず残しておかれる民があるんだというんですね。今も日本の四方八方を見るに、どこに霊的な希望があるのか。伝道しても水の上に石、パンを投げるような何か虚しさを覚えているようなことがあるのではないでしょうか。でも必ず神様は残りの民レムナントを起こし、キリストイエスと同調し、純粋に神を見上げるエズラのように、今日もその人々を起こしてこの日本にリバイバルを起こしてください。私は確信しております。その後総督ネヘミヤによってこの城壁も再建されてまいります。皆さん、このネヘミヤ、そしてエズラに任された仕事、これは今日21世紀のこの日本に、今ここにある皆さんと私たちに、神様はレムナントとしてこの仕事を任せてくださっているのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当に難しい時代にありまして、エズラはネヘミヤと共に用いられました。エズラがそうであったよう、神様のお心と本当に思いを同調し、一つとして神様の働きを成しました。私たちもどうぞ現代のエズラとしてその働きを成すことができますよう祝福してください。イエス様のお名前によりお祈りいたします。教会にありましても様々なリーダーがいるわけですけれども、このリーダーというとあれをしろこれをしろと命ずる者、まあ命令をする人とこのように思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。しかし教会にあるリーダーは、今日のエズラがその手本を見せてくださいました。まずその民のために、グループのために祈ることができる人、そしてそのために険しい道も先頭になってこの抜けていこうとする人、そしてもう一つ今日の本文は重要なことです。本物のリーダーとは、その群れのすべての罪を自らの罪として背負って神の前に悔い改めの祈りができる人です。そんなリーダーと私たちもならせていただきたいと思います。